鏡白湖郷白湖、蒙古山郷白湖藩のリゾート家系であることから、日本統治時代には、ハイキングコースや急流を船で巡るコースなどがあった。鏡白湖は、中華人民共和国国旅行賞ボタン校し、ネイヤスにある天蓮湖。北朝鮮との国境ほど近くに存在し、およそ1万年前に、火山噴火の影響によって、ボタン校がせき止められたことで形成された。 幅4キロ、長さ45キロほどの細長い形で、面積は90.3平方キロメートルで、琵琶湖のおよそ7分の1。南の方は浅く、北の方が深くなっており、一番深い部分では60メートルほどになっている。1982年に国務院によって国家重点風経明小区の一つに制定された。観光地のほか、夏には、 秘書地としても広く利用されている。火山性の石止湖としては中国で最大である。鏡白湖を石止めた火山は湖の西側50キロにあり、溶岩大地を形成している。噴火口の底には地下森林という原生林ができており、噴火口森林系区となっている。釣り水路幕府が湖の出口近くにあり、通常は幅40メートル。 落差12メートルほどであるが、水の多い時期は幅200メートルにもなる。釣り水楼幕府京パク湖付近には、渤海の60にあった州の一つである古州があったと、されている。また、日本統治時代には、周辺に多くの日本人が暮らし、水力発電所も建設されていた。1940年代末から50年代にかけては、ロシア政教エコ二式派の武装派の一派である。 礼拝堂派の信徒たちも居住していた。ありがとうございます。